こんにちは、カンヌです。今日はですね、ケチガイのジャガードの、タオルのデザインの作り方、これについてね、説明させていただきたいと思います。これがね、以前作らせていただいたケチガイのジャガードなんですね。で、デザインの仕方なんですけども、まあこれ見ていただいていいように、あんまり細かい字とか細い字っていうのはつけてないんですね。だいたい3ミリから5ミリぐらいの太い線、3ミリから5ミリぐらいの太い線っていうのを使ってやってるのがこのケチガイのデザインなんですね。で、この端の方、この端の方ヘムって言われるんですけども、ここもデザインが作れます。で、まあ当然と言っていいんですけども、この横のデザイン、端の方のデザインも別に色を変えることも可能なんですね。なので、デザインの付け方としては、まあ、これは裏はこうなんですけども、やっぱできるだけ、大きな柄をどんどんどんと載せる、これがやっぱりね、綺麗にできる方法ですね。ナイキでもそうです、アディダスでもそうですけども、文字だけドンドンとかロゴだけドンと入ってるっていうパターンが多いですね。なのであんまり細かいデザインするとね、やっぱり機械で折りながら柄を表現しますので、柄が出ないんですね、綺麗に折りながら表現するっていうことなんで、5番の目の中でこう色をつけたりするようなビットマップみたいな図になっちゃうんですね。なのでなかなか綺麗に表現できないっていうことがありますので、できるだけ大きいデザインをですね、どんどんと載せる、これが、一番うまいデザインの作り方だと思います。これでもわからない場合、またぜひですね、で自分のデザインは困難なんですけども、このケチガイに向いてますかねとかいうお話はいくらでも私ども、ご相談乗れますので、フリーダイヤルからですね、ぜひご相談ください。よろしくお願いします。